園ノ和一郎園部和一ノは、日本陸軍の軍人。最終階級は、陸軍中将。熊本県出身。旧姓、森。園ノベ宮ウの養子となる。熊本陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1904年10月、陸軍主管学校を卒業する。同期には、岡村安二、土井原健二、板垣聖志郎。 安藤都志吉らがいる。同年11月、不評少尉に任官し不評、第23連帯付となる。1913年11月、陸軍大学校を優等で卒業した。不評、第23連帯中隊長、教育総監部会員、フランス駐在、フランス軍従軍、不評第30連帯付欧州出張、教育総監部会員、参謀本部員、 国際連盟陸軍代表随員、不評第74連隊長、教育総幹部第一課長などを経て、1932年8月、陸軍少将に進級し不評第8旅団長となる。不評第1旅団長、陸軍不評学校幹事、同校長、第一独立守備隊司令官などを歴任し、1936年4月、陸軍中将に昇進した。 第7師団長、中部防衛司令官を経て、1940年3月、岡村康二中将の後任として、第11軍司令官に就任、偽証作戦を遂行し、偽証を占領した。軍事参議官を経て、1941年6月、予備役に編入された。大戦末期の1945年3月、召集を受け、留守第6師団司令部付け、 来るメシカンク司令官を務め、同年12月、召集解除となった。ありがとうございます。